本日の昼ご飯、夫が玉ねぎとベーコンをケチャップで炒めてくれました。いただきます。今日はお部屋で荷造りのテストをしていました。お土産で荷物がちょっと増えてますからね。で、今日ちょっと夕方お出かけするんですけど、まあ、ひとまず近所に買い出しに出かけています。今日の買い出しはこんな感じです。合計で 18.26 ユーロです。ナスもバナナもめちゃめちゃ大きいですね。ガレットは2枚入って合計 300g で 3.95 ユーロということでした。今回レストランではちょっと難しそうなので、家庭で食べられるガレット見つけて嬉しいです。ナスはこのサイズ感で 1.3 ユーロです。めちゃくちゃ大きい。さあ夕方の5時過ぎです。第1土曜日の5時から夜の9時まで、証券会社の中で無料の美術館があるようで、そこに行けるようなのでちょっと向かっております。予約がいるのかどうなのか判断がつかなかったので、公式サイトの中の、まあ、チケット買うメニューの中でその他の無料というメニューがあったので、そこを選んで一応5時半に予約をしています。行ってきます。こちらですね、ブルース・ド・コメルス・ピノーコレクションということで、内装を安藤忠雄さんが設計されているということのようです。行ってみましょう。建物中央を登ってきました。ドーム型でガラス状の天井があります。ちなみにあそこにいる鳩はなんかどうやら剥製らしいというのをどこかで見かけました。ブルース・ド・コメルス・ピノーコレクション、素晴らしかったです。Google マップ上は証券取引所になってたんですけれども、トウモロコシ取引所ということだったので商品取引所だったようですね。歴史的な建築物が見られたのも楽しかったですし、内装の安藤忠雄さんの素敵な内装が見られたり、非常に艶やかなというか鮮やかな現代アートがたくさん見られたのも良かったです。ちょっとね、無料なんて信じられないぐらいの内容でした。結構行列ができて並んでらっしゃるようですけれども、私たちが入場したタイミング、5時半ぐらいのタイミングは非常に中も落ち着いて見られました。毎月第1土曜日の17時から21時までですね、5時から9時まで無料で入場できます。チケットのチェックはあったので、おそらく予約は必要なんじゃないかなというふうに思います。もう残りの日数が少なくて景色がすべて寂しく見えます。難しくなく美味しい感じがパリっぽくてお気に入りです。本日の朝ごはんは2枚で4ユーロぐらいだったかなと思います。ガレットです。美味しそうな匂いがします。6月4日第1日曜日です。パリは第1日曜日はいろんな施設が無料になるということで、今日はちょっと何箇所か回ってみようと思います。バスに乗れました。お花屋さんが可愛い。到着しました。ギュスターブ・モロー美術館です。
確かに入り口のところにも第一日曜日無料です、でも予約はいりますよという趣旨の張り紙がしてあります。ちなみにパリのマスク事情なんですけど、確かにつけてる人はほとんどいないんですけど、でもなんか実は人が混む場所とか密閉される空間ではちらほらつけてる人が増えるんですね。だから皆さんご自身の判断でされてる気がします。ごくつけてる人はごく少数派だけど、人がつけてようがつけてまいが誰も気にしてないという雰囲気があります。なのでつけたいタイプの人は安心してつけられると思います。でちなみに私が今つけてるのはどうもやっぱ空気が乾燥してるためなのか、結構こうなんでしょう、埃が舞うのか砂が舞うのか、アレルギー体質の人も結構くしゃみが出やすいと思うのでつけたくなる環境にあると思うんですけれども、ちょっとコロナを経て帰ってマスクつけやすくなってるかもしれませんね。オープン10分を切ったところで急に人が増え始めました。そして行列の方向がわからないので後ろに並んでます。なんか人が並んでいて人気のパン屋さんっぽいのでちょっと行ってみようかなと思います。わあ、なんかスイーツもめっちゃ可愛いのがいっぱいある。美味しそうすぎて目移りする。ベーグルっぽいサンドを2つ買いました。9ユーロでした。サンドイッチを買ってポンピドゥセンターに移動します。先ほど買ったサンドイッチとカフェクレームです。いただきます。入場の時間になるのを待ってるのですが、もう外がのどかでいい感じの音楽も流れてきて最高です。今日はミュージアムパスじゃないのでどこに並ぶのかなと思ってたんですが、ミュージアムパスの時と同じオレンジで、ただ時間のタグがついているので、その私たちは15分のところに並んでいます。この辺りに並んでいる建物の屋根もなんかユニークで可愛いですね。サクレクール寺院が見えてますね。今ならわかりますね。あのドーム型のが昨日行ったブルースドコメルスピノーコレクションの会場だったことが。昨日今日と無料の、 あの取り組みを利用していろんな施設を鑑賞したんですけど、意外とあの時間の予約で管理をされているおかげでそんなにめっちゃ混みまくってっていう感じではなく、落ち着いて鑑賞できて嬉しかったです。第1土曜日の夕方と第1日曜日、もし旅行の行程に含まれている方がいたらご検討されるといいかもしれません。シャトレーから出発でいいです。めっちゃドラゴンボールです。ユニクロの UT のポスターですね。本日の購入品はこちら、トータルで 14.24
ユーロでした。ビールは 500ml 缶で 1.95 ユーロ。チーズは 150g が、これは8枚切りとかになってるのかな？で 3.5 ユーロでした。本日は大きなおナスのケチャップ炒め。いただきます。ガレットが完全に気に入ったのでリピートです。30% オフのラベルはついていましたが、多分レシート見たら 30% オフはされていません。明日はもう移動日なので実質パリ最終日のような日の朝です。今日はサクレクール寺院もう一回行ってみようと思います。朝一だったら空いてるかな。8時半ぐらいです。正面からサクレクール寺院に向かっています。あー、真正面にドドンと現れました。あ、これやってません。起き抜けの鳩発見。いや、月曜日の朝8時半いいですね。空いてます。いやー、ここからの景色も素晴らしい。そして撮り放題。朝のサクレクール寺院です。さあ、平日の朝一だったら寺院にもスムーズに入れるかな。サクレクール寺院の後ろ側に来てみました。後ろからも建物がすごいな。テラスのパラソルを閉じてる様子がワンピースみたいで可愛い。現在の土の色が目新しいです。外貨両替所があります。おここは多分パリ旧証券取引所だと思います。アパルトマンから一番近いパン屋さんでパンを買います。これバケットコンクールで2019年に2位だったのかもしれませんね。ハンバーガーもいい。あのなんかすごい新製品だったり、スプレッソだあっちにクロワッサンをチーズを買ってて、どうする。バケットするこれと。あ、どうする。買いました。チーズの匂いが美味しそう。ハンバーガーとクロワッサンのサンド、パンオショコラに、コーヒーカフェクレーム2つです。合計で17ユーロでした。旅行のために薄いストールをいくつか持ってきたのが重宝しました。寒くってももちろん助かるのですが、日差しがきつくて暑い時にも首周りを守れて涼しくなりました。さあ、パリ最後の晩餐です。あるものを食べる。いただきます。